はい、今回ですね、投資信託でお金をぶっ込んだ結果どうなったのかについてお話ししていきたいと思います。まず結果から発表します。こちらです。プラス11万ぐらいですね。で、これでもうちょっと利益は確定させてます。まあ、本来なら投資信託って長く持つ長期用の商品なんで、短期はそんなにおすすめできないんですけど、まあ、ちょっともうある程度利益乗ってきたんで、一旦ここで売ろうかなと思って売りました。まあ、本来のあり方を考えると、しばらく持っといた方がいいんですけどね。で、毎月コツコツ積み立てるっていうのに向いている商品です。8月にかなり夏枯れっていうことで、ニューヨークダウとか日経平均とかだいぶガクッと下がってたんで、その時にこうちょこちょこ買い増ししていきました。で、ニューヨークダウが1回いつだったか忘れたんですけど、600ドルぐらい下落した時はさすがにちょっと危ないかもなと思って一旦売りました。一部を売りました。まあ、本当は投資信託ってああいう時に買うとすごく利益が出るんですけどね。まあ、それはもう結果論なんで何とも言えないんで、一旦ちょっと一部売りました。ということで、ちょっと短いんですけど、今回は以上になります。また別の動画でおすすめの投資信託とか紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。